体育、体育、体育館、体育館って言いにくいんじゃ。こうか、いつの間にか今一回だけになるぞ。ちゃんと言ってる人あんまりいないよな。絶妙に言いにくいよね。気になるな。体育館の天井って取れないボールあるよね。いつからあるのかな。かわいそうなボールだよな。助けてあげたい。あのボールだってきっとまた遊んでもらえる日を待ってるはず。助けるって言ってもどうやって。ボールを当てて落とすんだ。おりゃあ、またかわいそうなボールが増えた。天井のボール効果、いつからあるのかわからないぞ。しかし本当いつからあるんだ。ちょっと歴史を感じるよね。寒寒寒寒寒、冬の体育館って寒いよね。トコタン北海道なら無限にあるよ。はい、ありがとう。でもこんなにいらないかな。はい、みんな揃ったら体育座りして待っててくださいね。来た、拷問タイムだ。拷問。うわ、冷てー。ウィンターフロア効果、尻をめちゃくちゃ冷やすぞ。みんな尻に気合を入れろ。ヒロ君、静かに待ってましょうね。これって何のはしごなの。これはあれだ、多分かつて冬の尻の冷たさに耐えられなかった男の子が逃げるために。いや全然違うんだけど、これははしごじゃなくてちゃんとした体操のための道具なんだよ。戦後にスウェーデンの体操が流行した時から体育館に設置されるようになったんだけど、今は教えられる先生がほとんどいないから使われなくなっちゃって謎のはしごになってるんだ。へえ、どうやって使うの。ぶら下がったりするらしいよ。そんなのが流行。ちなみに使われなくなった理由は、体操ならラジオ体操の方が便利だかららしいよ。そうなんだ。ミステリーラダー効果、なんかあるはしごだ。使うことはおそらくないぞ。トコタン見てるといろいろ考えちゃう。なんだろうこれって。使い方わからないからね。やばいやばいやばい、急いで教室戻んないと。まずいまずい。体育館のドアって本当重いよな。あれ、でもいつも以上に重い気が。うんしょうんしょ。ってトコタン、そこ押してたら開かないだろ。あれ、ごめんごめん。ヘビードア効果、なんか重たい扉だぞ。急いでる時とか困るよな。ギリギリまで遊ばないようにしようね。どこだ、電気つけてくれ。はい、電気電気。うん、スイッチこれかな。つかない。どこだ、ありがとう、戻ってきていいぞ。ヒロさん、つかない、ごめん。いや、そういうのだから、大丈夫だから。つかないからどこだんがライトになるね。あ、いや、いい、いいんだ、いいって、いいんだってば。キラキラじんわりライト効果、体育館の電気はなかなかつかないぞ。どこだんの服どうなってんの。イライラできるよ。